はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。ということで皆さん、今週はですね、4周年直前というね文言が、いろいろなところで出てきまして、更新情報もなかなかね派手にやってきてるところなんですけども、今回はその中でも今回登場となった新ガチャ、無料10連も含めてですね2つのガチャについてお話をしていきたいというふうに思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということで早速ガチャ画面にやってきました。さあ、スペイン染めがね、現状トレンドというか最新でやってきているところではございますけども、今回は下の方ですね、今週登場となったスプリングスカウト、こちらについてお話をしていきたいと思います。前回の動画でも軽く触れさせていただきました。なぜならこちらのガチャは、レジェマボーナス付きガチャという形になっておりますので、このガチャから登場した星5選手はですね、レジェマのボーナスがついているよというところで、ステップ1でね、1名選手確定というところなども含めてですね、引く方も多いんじゃないのかなということでね、こちらのガチャを紹介していきたいなというふうに思っております。ではね、1人ずつ選手を見ていきましょう。はい、基本的にここからこのガチャから登場する星5選手はですね、スペイン国籍中央突破というところになっておりますので、そこは共通して認識していただければというふうに思います。まずはモラタ選手、センターフォワード、総合値11846、準最強レベル、プレイスタイルゴレアドール系統ということで、まだまだ貴重なプレイスタイルとなっております。特徴流星、シュートとスピードが大アップ、エレガントタッチ、パスとトラップが大アップ、フィニッシュワーク、シュートスキルとトラップスキルの発動率が大アップする。スキル見ていきましょう。まあ、スペイン染めをねやらない方でもね、レジェマボーナスのためにこのガチャを引くよという方もいると思いますので、スキル重要となってきますね。スキル要因として取る場合もありますからね。 S ランクウィムジーシュート、一定時間シュートとトラップと精神力が特大アップするよと。 A ランクはアグレッシブトラップということで、相手ディフェンス選手全員のスタミナもショーダウンさせるよという能力になっております。2人目いきましょう。こちらが再注目かもしれません。スペイン染めをやってない方にとってはね、ガビ選手、オフェンシブミッドフィルダー、所属のチームはバルセロナ、総合値11847は準最強レベルで、セントラルミッドフィルダー系統と、で特徴がジョーカーなんですよね。ジョーカーの選手が登場と、まあ、しかも国籍やクラブを問わないジョーカーということでね、いつでもどこでも使えるタイプになっております。パスが大アップして、試合の途中から出場すると能力が特大アップするというところですね。独走者、パスとトラップが大アップし、ドリブルが中アップする。キック&ラッシュという特徴ですね。ドリブルスキルとショートパススキルの発動率が大アップする。スキルいきましょう。ビートダウンパス、パスが特大アップし、相手ミッドフィルダー選手全員のスタミナが中ダウン。いやー、中ダウンはすごい。しかもこちらの方も中ダウンか、パスが超特大アップになるだけか。いや、中ダウンはすごいな。で、A ランクのフライハイドリブル、自身のスタミナが極小回復、ドリブルが大アップ、相手ディフェンス選手全員のタックルとパワーが中ダウンということで、まあ、いい能力を持っているジョーカーの選手というところになっておりますので、まあ、この選手が一番注目かなと思います。はい、3人目はサウル・ニゲス選手、ディフェンシブミッドフィルダー、所属はチェルシー、総合値11846は準最強レベル。この3人目の選手までは準最強レベルを保っております。プレースタイルはダイナモ系統と、特徴迎撃、パスとタックルが大アップし、パスカットが中アップする。 S ランク鎮圧、タックルとマークが大アップする。 S ランクチェック&フィード、マークスキルとロングパススキルの発動率が大アップすると。スキルいきましょう。フェリアスマーク、まあちょっと有名なパス、マーク系のスキルですね。一定時間タックルとマークが特大アップし、相手フォワード選手全員のシュートが大ダウン、悪くないですよね。Aランクのエラプトフィードですね、パスが大アップし、相手フォワード選手全員のスタミナがショーダウンというところで、まあ、スキル要因としても決して悪くないかなというニゲス選手になっております。残りの2人はジョレンテ選手とミンゲサ選手という形になっておりまして、ちょっと戦力としてはなかなか考えづらい選手。ジョレンテ選手、少し珍しいのは、赤色で使えるポジションがオフェンシブミッドフィルダーと右サイドバックになっているということで、なかなか面白い形になっております。右サイドバックでも使えるのに、スキルがメシアスシュートということで、シュート系のスキルを持っているというのはね、なかなか面白いタイプになっているかなというふうに思います。そして最後の1人ですね。はい、こちらのミンゲサ選手、特徴はそうですね、ファイティングタックル持ち、まあ、こちらは、スタミナもドリブルも下げるよというね、タックル系のスキルになっておりますので、
スキル要因としては決して悪くないかなというところになっております。ということでね、こちらのガチャ、スペイン染め強化にもなるし、レジェマのボーナスにもなるよという形になっておりますので、僕ね、下の方見ていただきますと、ステップ2っていうね表記になってると思いますけど、すでに10連引かせていただいております。結果は、前回の動画の方でわかるかなと思いますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、もう一つのスカウトがこちら、4周年フォースアニバーサリーチケットスカウトになっております。こちらのガチャから登場する選手がですね、全部で、はい、こちら11名おりまして、中央突破になっておりまして、中央突破のごめんなさいね、はい、コンチネンタルレジェンズというねクラブ染めですね、いわゆるね、になっておりますので、まあ、こちらの選手たち注目して見ていただければというふうに思います。11名おりまして、総合値はねそんなにみんな変わらないんですよ実際。まあ高くても1万ちょっとで、低くても9000ちょっとというところになっております。じゃあこの選手たち、もちろんですね、人によってはね戦力として、無料ガチャで、こんだけのね総合値の選手を貫突させる可能性がある、まあまあ引きによりますけどもね、というのはですね、人によっては戦力として扱うかもしれませんけども、やっぱり中級以上の方となってくるとですね、ここで登場する選手は、スキル要因というね、側面が非常に大きいんじゃないのかなというふうに思います。で、やっぱりですね、自身の能力がアップするだけではなくて、相手に対するデバフ、もしくはチームメイトに対するバフがね、かかる特徴を持っている選手っていうのがですね、スキル要因として優秀かなと。ではね、11名の選手を内容一覧のところから紹介しながらですね、どの選手が当たりかっていうのをね一緒に見ていただければと思います。ではね、センターフォワードから順番にいきましょう。はい、最初のゴルケア選手、テクニカルシュートのジャンピングヘッドなので、まあこの選手はまあスキル要因としては有能ではないですね。2人目メラ選手でございます。こちらの選手、カメルーンというのが現状ですね、インターナショナルカップの対象国ではないんですけども、いずれ追加されるかもとか思うとですね、取っておきたい気持ちはありますけども、はい、こちらの選手1人目ですね。まずブレイブシュート持ちなんですよ。1人目っていうのはスキル要因として有能な選手、1人目ブレイブシュート持ちということで、こちら獲得した場合はよし当たりだなと、思っていただいていいのではないでしょうか。3人目はバス選手ですね。こちらは国籍はウルグアイということで、まあ希少性のそれなりにある国かなというふうに思いますね。はい、でしかもブレイクドリブルということで、対象選手1人のスタミナが大ダウンということで、特別なバフのかかる系のスキルとなっておりますので、バス選手も当たり候補の1人かなというふうに思います。4人目いきましょう。ヤルデノフ選手、こちらはですね、このスキルはですね、特別なバフがかからないんですけど、ロングシュート系のスキルっていうのは一定のニーズがあるので悪くはないかなというふうに思いますね。はい、ディフェンシブミッドフィルダーのドゥキャナン選手でございますけども、こちらディメンションフィード持ちということで、こちら非常にいいですね。一定時間、ロングパス系のパスが特大アップし、チームフォワード選手全員のシュートがショーアップするというね、チームメイトに対するバフがかかるスキル持っているという形になっております。さあ6人目見ましょう。デマパリ選手、はい、こちら国籍イタリアで、スキルデストロイタックル持っておりますので、有能な選手の1人に数えれるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして7人目ですね、カベラーニ選手、イタリア人かな、名前的には。はい、イタリア人でした。スキルは残念ながら、スキルも総合値も低いですね。これは大幅な外れ候補の1人ですね。はい、どんどん行きましょう。アムロノス選手、右サイドバックですけども、こちらの選手はA ランクのテクニカルマーク、 A ランクのワイドパスカット、こちらもちょっとスキル要因としてはなかなか使えない選手になっちゃってるかなというところ。9人目センターバックに行きます。アウゲンテーラ選手、はい、こちらの選手も、総合値は、まあ、この中では悪くないですけども、スキル要因としては有能ではない、残念ですね。はい、10人目行きましょう。ホンウィック選手、どんどん見ますからね。はい、こちら総合値低いしスキルもダメ、はい、ダメはい、最後ゴルコチェア選手ですね。でこちらの選手はですね、あの総合値が9500のゴールキーパーって今までの傾向からすると決して悪くないんですよ。まあ、最近ちょっとぶっ壊れゴールキーパー多く登場し始めてるので、それと比べるともちろん低いんですけども、まあ、当たり枠、まあ、普通ですかね、外れ枠ではないキーパー、まあ、スキル要因としてではなくて、貫突させる上で悪くない選手と言えるのかなというところになっております。ということで、
見てくると特別なかかるバフがかかるタイプの選手ってディフェンス以降一人もいなかったですよね。だからやっぱ3人ぐらいか、メラ選手ね、はい、メラ選手、そしてバス選手、そうでしたね、はい、ブレイクドリブル、そしてヤルデノフ選手、はい、3人です。あ、ヤルデノフはロングシュート系か。そしてデマパリ選手がデストロイタックル持ちということで、特別なバフがかかる選手っていうのはフィード入れのデュキャナン選手も入れて全部で5人4人か、メラ、バス、デュキャナン、デマパリの4人だけ、うん、で、ヤルデノフがロングシュート系なんで一定のニーズがあるよというところまでのお話でした。ということでね、皆さん、この無料ガチャね、どんどん引いていくと思いますけども、誰が出てもいいよというわけではなくてですね、特別なスキルを持った選手を当たり枠と判断していただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。もちろん戦力としてですね育てて、この中央突破、コンチネンタルヒーローズでしたっけ、コンチネンタルレジェンズのねチームを作るのもいいアイディアだとは思いますけども、今回はねちょっとスキル要因としての要素の方を特に、注目して見させていただきました。はい、ということでトップ画面に戻ってまいりました。今回は新登場のガチャ2つに特化してお話をさせていただきましたけども、内容いかがだったでしょうか。まあどうしてもねスキル要因としての要素の部分を一番に見てしまいましたけども、まあやっぱ戦力として超有能っていう選手はねこの2つのガチャではちょっとあまりいないよと、まあだからガビ選手ぐらいですよね、ジョーカーというところになっておりますので、ぜひね皆さんもねガチャどんどん引いてですね4周年に備えていただければと、まあ、ちょっと矛盾しているように感じるんですよね。4周年に備えるんだったら GB は温存した方がいいんじゃないかっていうのがねあるんですけども、まあレジェマをね周回することによって実はですね4周年で獲得した選手の、育成にもつながるよという要素がありますので、そういう方向性でもですね、考えていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思います。ということで今回の動画の内容参考になったよと思ってくださる方はぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。今日はここまでにしたいと思います。失礼します。